フランツ・コンビチュニー1962年7月28日は、オーストリア・ハンガリー帝国支配下時代の、モラビア北部のフルネクに生まれ、ドイツ、冷戦開始後は東ドイツを中心に、東側諸国で活動した指揮者。著名なオペラ演出家で、ベルリン・芸術アカデミー会員のペーター・コンビチュニーは、息子である。フルネクのドイツ系植民の音楽家の一家に生まれる。 チェコスロバキア共和国時代の1920年から1923年まで、ブルノの楽友協会音楽院でバイオリンのレッスンを受け、1923年から1925年まで、ライプツィヒ音楽院に在学した。この時代、ビルヘルムフルト・ベングラー時代のライプツィヒゲワントハウス管弦楽団で、ビオラ奏者として活動を開始した。 フルト・ベングランの他にも、ブルーノ・ワルターや、オット・ー・クレ・ンペラーなどが、ゲバント・ハウス管弦楽団の客演指揮者を行っていたためか、コンビチュニーはいつしか自らも指揮者になることを決意する。1927年に、シュトットガルト歌劇場に加わり、練習指揮者を始める。3年後には、主席指揮者となる。その後、ブローツワフやフランクフルトなどの各地の歌劇場を、 任する戦後、1949年から没年まで、ゲバントハウス管弦楽団に戻って、首席指揮者を務めた。1953年から1955年まで、シュターツカペレド・ドレスデンの首席指揮者も兼務し、1955年以降は、ベルリン国立歌劇場の首席指揮者も務めた。1952年、東ドイツ国家賞を受ける。 ナチスドイツと東ドイツの全体主義体制の両方で活動したが政治的な危険な目に遭うことを避けることに成功した。1961年4月にゲバントハウス管弦楽団が初来日した時の指揮者でもある。大阪市のフェスティバルホール、東京都の日比谷公会堂のそれぞれでベートーベン公共曲全曲演奏その他の演奏を行っている。 東大阪公園及び東京公園により、日本初のベートーベンチクルスが実現されたと言われている。二大都市ばかりでなく、福岡県八幡市の八幡市民会館、愛知県名古屋市の名古屋市公会堂、福島県郡山市の郡山市民会館で、ベートーベンの公共曲第5番、第6番などの演奏を行っている。1962年7月28日に、 演奏旅行先であるユーゴスラビアのベオグラードでベートーベンのミサ・ソレムニスのリハーサル中に心臓発作により死去した。なお、東ドイツ政府は飛行機で帰国した偉大なマエストロの亡骸を国葬で持って弔った。ザクセン地方ではカトリックは少数派であるが彼は信心深いカトリック教徒であったと言われている。コンビチュニーは ライプツィヒネバントハウス還元楽団の学長として長期にわたり修正、楽団と共に活動を行った。戦争によって深い傷を負った同オーケストラの復興にコンビチュニーは相当な努力を行った。10年以上にもわたって楽団と苦楽を共にしたためか、その演奏は明晰さを称えた緻密なものであった。彼の棒裁きは 彼が死と仰ぎ間近で接したフルトベングラー同様、正確なリズムを刻むことを嫌い、そこから解き放たれた曲の本質を表した身振りで指揮をした。このことは残された数少ない短時間の動画像からも伺い知れる。得意とするレパートリーは、ベートーベニア・シューマン、ブルックナーの公共曲のほか、リヒャルト・シュトラウスや、マックス・レーガーの還元楽曲、ワーグナーのオペラであった。 中でもスタジオでのステレオ録音で公共曲全集を残すことができたベートーベンをはじめ、シューマン、レーガーの録音は現在でも評価が高い。一方で、パウル・デ・サウ、オット・マール・ゲルスターや、ジーク・フリート・クルツと同時代の作曲家の作品の擁護者でもあった。ありがとうございます。